はーい、皆さんこんにちは、のぺんです。信長の野望新生やっきましょう。さあ、希代の暗君一条兼定の天下取りがスタートしました。前回は西園寺家、そして長坂部家を滅ぼしたというところでございますね。で、まずはね、四国をね、統一するためにね、動いていきましょうか。さあ、ということで今回も引き続き頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。さあ、ということでやっていきましょう。で、こっからどうしましょうかね。毛利を攻めるか、三好を攻めるか、はたまた意外に大友を攻めるかというところでございますけども、いや、めちゃくちゃきついね。まあ、とりあえず、取り込んだ長宗壁に何らかのあれをしていきましょう。じゃあ、まずは秋城に長宗壁国近を入れていきましょうか。で、元近の忠誠心がめちゃくちゃ低いんで、なんか家宝を買い与えるか。じゃあ、総務片付き。じゃあ、これ、はい。買って、これを差し上げましょうか。いや、金めっちゃかかるじゃん。はい、じゃあ、元近。これでなんとかうちに忠誠を誓ってくれませんか。まあ、とりあえず忠誠は黄色になったんでいいでしょう。はい。列車の志向に合致した一品でございます。嬉しい。ありがとうございます。オッケー、よしよしよし。で、黒瀬城の開発も終わりましたので、本拠移転やっていきましょうか。じゃあ、こちら、お工場に本拠地を移していきましょうか。いや、でも金がねえな。まあ、しょうがない。はい、これよりお工場を本拠と定めまーす。はい。で、この黒瀬城には、じゃあ、元近入ってもらおうか。よし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 、心強い。いいですね。よーし、いいぞ。じゃあ、ということで、毛利攻め始めていきましょうか。そうですね。まず、攻めやすい場所といえば、まあ、おそらくここになるか。到着まで110日かかる。110日。なんとか、if 行ければいいんだけどな。まあ、ただ、兵数的にはちょっと厳しいかもしれない。よし、行きましょう。出陣する。で、今度は、じゃあ、河野家の援軍も欲しいな。まあ、とりあえず、とりあえず。なんとか、なんとかしましょう。で、次は、まずは、じゃあ、こっち、国近、じゃあ、元近か。じゃあ、こっち、向かってもらって、で、毛利の軍がどんだけ集まるか。で、農地開墾。はいはいはい。承知いたした。で、次は、温泉掘削。はい、どうぞ。心得ました。で、次が、じゃあこっち、ヒョロコ。はい。で、今、神殿をやってるのが、あ、大友家か。でも、援軍、いやー、やったら同盟結べねえな。いやー、きついぞ、これ。まあまあ、なんとかするしかないな。さあ、で、じゃあ、ここ、援軍もらおう。はい。では、じゃあ、援軍ください。話を聞こうか。こっちですね。じゃあ、新高山城。話はまとまったな。で、1万4000は、こっち向かうぞ。はい。あの城を奪いに行く。さあ、毛利勝負。で、不養城でござる。うわー、このタイミングで。さあ、毛利がどう動くか。めちゃくちゃ来たー。これ、いやー、イフでなんとか取りたいんだけどな。じゃあ、こちら。じゃあ援軍ください。いやでも援軍やったら同盟が、あーと同盟費14日まずい。んーとなると、大友の同盟もあと2ヶ月なんだよな。苦しいな。ちょっとどっか陽動をやってほしいんですけどね。いや難しい。こんな難しいんだ。さあ行くぞ。よろしいでしょう。さあ、で、三好と同盟期限切れ、了解。心得。同盟結んで、もう一回、神殿。いや、今、神殿できるのが一条兼定しかいないのか。うわ、なんだそりゃ。さあ、で、こっちですね。で、戦が始まるぞ。合戦いける？どうだろうな。尾道の戦いかな。一条兼定 VS 毛利元就。舞台数が向こうのがやたら多いな。まあ、何とかやるしかない。行きましょう。そういう戦いや、これは。さあ、行きましょう。さあ、戦力が拮抗しております。了解。さあ、行きましょう。行きます。はい。対戦、出品！ということで、まずはじゃあ、こっち行こうか。で、元近は、こっち行こう。で、7000はじゃあ、こっち。で、2000はとりあえず、じゃあ、こっち。はい、で、8000はじゃあ、こっち行くか。
なんとか少数の部隊を早めに潰したい。で、ここなんとか高台があるから、ここなんとか、よし。で、やっぱ小早川高がこっちに来るか。まずまず素晴らしい、来るぞ。今が好機ですぞ。よし、で、一条兼さんがこっち、はい、始めよう。で、そこね、はい、一枚の槍はこちら、9日か。突き進む。さあ、さあ、早く早く、やばいやばいやばい、なんかすんごい動きしてる、まずこちらに。さあ、そこ、で、こっち、うん、そいつ潰そう、オッケー。今こそ我が戦法により、撃て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 、勝機を見出す時、飲み胸かつ、一瞬で潰さんというか。どうだ、さあ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 、やばばば、変な動きしてる。まずまず、ご命令は絶対こうだな。行くぞ、足を動かせ。元地がそこ耐えて、今こそ我が戦法により、さあ、火旗いいよ。よし、食い止めて、オッケー、ナイス。よし、まず一部隊、始めよう。で、今度はこうだな。打つべき手は何ぞ。で、そこ耐えて、でこう、さあ、始めよう。よしよしよし、なんとか耐えれる、これならいけるかも。さあ、そこ頼んだぞ。はい、鬼はこう、頼む、耐えてくれ。よし、見知りよけ。で、クニチカ、うわ、もう病持ってるからな。お打ちを願います。もうなんでこのタイミングで。で、そこにな、いや、100万石、いや、きっついやついた。お主らにこの先はないわ。なんとかやるしかねえ。勝負見えましたぞ。で、向こうの新手が来るからね。で、そこ出た。よし、さあ、どうする。で、こっちのやつらが、いや、違うルートで行こうとしている。まずい。いや、なんだこれは。全部混乱してる。くそ、これあれだな、あの毛利のなんか戦法なんですよね。いや、きつ、これ卑怯だな。え、まずまずまず、早く早く早く終わって。まずい。よしよし、見せてやろうぞ。で、元地が下がって、はい、こう。かかりました。いや、1万食い止めるのきついな。崩れるがいい。で、ここね、打つべき手は何ぞ。で、一瞬休んで、秋へと向かおうぞ。やばい、軒口壊される。いや、そこはなんとか耐えて。おげち、いや、待て、もご指示。お、そう、土井さん、さん、そっち下がって。で、そこにいるのは誰だ。いや、血の一夜だ。もう、なさ、ダメだ。こいつを遠ざけられる。で、こうこうですね、オッケー。敵を叩くぞ。で、こうで、はい、今度さ、下がって。ナイスナイスナイス。で、こう行ってからの、こうや。なんとか一条兼さんは耐えた。始めよう。さあ、ワコワコ頼んだ、頼む、耐えてくれ、みんな、みんな耐えるんだ。で、こうなぜか混乱してんだよな、もう、やだ、100万一心、もう、やめて、やめろ。さあ、で、よしよしよし、ふぅ、なんとか答えて、で、軒口こっちに行くっていうのも全然ありだな。まあ、なんとかちょっと頑張って耐えてからだ。さあ、どうだ、頼む、頑張れ頑張れ。見えましたぞ。で、こう、いざ進まん。さあ、こう、ご命令は、ちょっと耐えてね。よしよいよいよ。で、じゃあ向こうの道の、よし、かかって、よし、そこ出た。よし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 、フライワナ戦法、メイドの土産に持って行け。うん、そうだな、じゃあここ近い、ご命令は行く、はい、こ、始めよし。で、こっち、よしよしよし、倒したね。オッケー、うー、壊滅、ナイス。で、こう、一旦休憩。まずいまずい。で、9日か、疲れんの早いって。こ、いざ進め、まずいまずい。こ、いいよ。いざ行く。もうやめて。くっそー、強い。もう強すぎる。危うきを遠ざけられる。さあ、打つべき、ただ、これ勝てればだいぶでかい。はず、よし、後ろからつく。で、そこはじゃあこうして、はいはいはい。今こそ我が戦闘により、さあ、元地が頑張れ。オッケー、耐えろ耐えろ耐えろ。よし、まあ、一旦じゃあちょっと、そうやね。二
皆の力を振るうのだ。で、こうすると、はい、100万石、やめろ。それぞ100万石、皆の者、よし、そこ、絶対ナイス、オッケー、追い詰めてはいる。味方の優位は歴然。で、そこ撤退、よし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 。で、あとは、いかに動くか、じゃあ、国近こっち来て攻め潰してくれよ。で、そこ、ちょっと休憩で、なんとか小早川高影を潰したい。で、一条海さんが下がって、で、こうやな、はい、よし行くぞ、足を動かせ。よし、そこ壊滅、ナイス、いけるいける、俺たちなら。で、こうやな、じゃあこう潰す。打つべき手は何ぞ。さあ、もう元隣、きついよ。下がってや、もう元隣と戦わなくていい。まずは、確実にこの始めよう。小早川高影するぞ。試される時と。よし削ってる削ってる。今よし、オッケー、よし。さあ、こっから強撃、入れ。敵を叩くぞ。さあ、この一番潰すぞ。攻撃ですぞ。よし、さあ、頼んだぜ。鬼はこと呼ばれし。さあ、こっちもどうだ。で、はい、壊滅、よし。蹴散らしたぞ。さあ、潰せ潰せ、強撃、よし、入った。敵を退けるぞ。強撃きつい、こいつの強撃めちゃくちゃきつい。だって回復するんだもん。おかしいだろ。じゃあ、土井さんこっち入って、さあ、こっちどう、潰せる、撤退。ああ、国しか、よう頑張った頑張った頑張った。 OK、 よし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 。で、こっちの乃木口潰して、まずいまずいまずい。よしよしよし、強撃を、いけいけいけ、皆も力を振るうのだ。いやー、急いで急いで、まずいまずいまずい。くっそー、でも削ってはいるね。よし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 、頑張れ頑張れ。いや、100万石、うわー、じゃあもう鬼はこだ、頑張れ、みんな耐えるんだ。鬼はこと、だいぶ兵数差ついてきた。よし、頑張れ頑張れ。一旦休憩、何してんの何をしてる。この劣勢、いかにする。休憩、よし、乃木口壊した、オッケー、よし、オッケーオッケー。で、あとは、もう一個拠点潰すか。で、じゃあ、こう、さあ、始めよう。で、こうだ、ここに。で、どうなる。あー、潰せ潰せ、よし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 。だ、100万一進、そこのタイミングで、ふざけんな。で、じゃあこうで、こう行って、で、こう行こう。どうか潰して早く。もうや、戦いたくない、このやつ。我が戦法にて崩れるがいい。さあ、潰せる、頑張れ頑張れ。さあ、これでどうだ。オッケー、よーし、うー、勝てた。オッケー、ナイス、でかすぎる。よし、オッケー、これで毛利家の拠点相当削ったよね。よし、ナイスだ。オッケー、拠点、2つか3つは欲しい。はい、威風宙が発生します。我が船、さあどうかな、ここまでも響け。よし、取ったね。これはどうでしょう。2つの拠点取った、ナイス、よーし、オッケー、よーし、オッケー。あー、そう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 、感情はどう。大名称号、はいはいはい、領地の称号の2つ名を獲得します。所属上の兵糧収入上昇、あー、いいですね、素晴らしい、ナイス。で、感情の方は、あ、土井、土井さん、じゃあ土井さんも2つ名、はい、あげます、ナイス、オッケーオッケー。で、取引は、何個か家宝買う。じゃあこの家宝買ってみようか。よし、いいでしょう、いいね。で、そうですね、しばらくはおそらく毛利も攻めてこれないと思うんで、まあ、ちょっとここだけ行ってもろうで、はい、待機、来るか、あ、来るんだ、うわ、マジか。じゃあとりあえず迎えると、はいはい、オッケー、敵に痛手を与えます、助けてー、戦となるぞ。婦人を始め、いやー、いけるかな。はい、セラの戦い、一条兼定 VS、熊谷信直かな、はい。さあ、勝負だ。うお
苦しい戦いばっかり。もう解放してくれ。さあ戦力を激高しております。了解。さあ行きましょう。行きまーす。はい、回戦出発。で、一部隊を国衆団向こう、まあ、なので国衆先に潰すか。敵を退けるぞ。オッケー、先にやってやる。さあ、騎馬突撃、いけやれやれ。削ってくれ、少しでも削るんだ。さあ、一番槍はこちら、はい、ドイ操作で、じゃあ、こう、今が動くべきと、はい、オッケー、ナイス。めっちゃ削ってる、助かるわ。で、こっちの国衆を先に潰して、オッケー、よし、ナイス。で、次は、はいはい。で、こっち、はい。で、こっち。敵を叩くぞ。いける？で、じゃあ800、じゃあこう、始めよう。よし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 。で、なぜか、なぜか私のいる部隊に逃げ落としてるんだけど、これは何なんでしょう。で、下がる。はい。よし。進めるぞ。さあ、入れ替え。よし、ちゃんとできた。オッケー、ナイス。さあ、衝撃。よし。で、土井さん休憩させて、さあどうする。で、元地下、はい、ワコワコね。鬼ワコと呼ばれ。さあどうかな、潰せる。尻よけ。で、こっちの舞台、よし、潰した。オッケー、ナイス。一旦じゃあ放置。はい。さあ、で、じゃあ土井さんこっち、はい。敵に盾を当てます。さあ、いけるか。さあ、で、こう、よし、潰した。あ、打ち死にしちゃった。なんでやらなんでそんなことするんや、お前は。始めよう。うー、やばいな、これはまずいぞ。いろんな意味でやばすぎる。今が好機ですぞ。いざ進む。いやー、毛利に恨み持たれてるだろうな。それは持つよね。我が先方にて崩れるがいい。あとはこの舞台を挟むだけ。さあ、休憩を挟みながらやればおそらく難なく撃退できるはず。オッケー、よし。ご命令は行く。で、一条兼さん下がって、はい。動くべき。よし、オッケー。いいよいいよ、潰せる潰せる。で、今度は、はいはいはい、大丈夫？鬼は子ね。鬼は子と呼ばれし。一条兼さん、こっち。こう行って、こう行って。はい、さあ、急げ。いやー、疲れてるって、まあ、それはそうだよな。頑張れ、あと一息。よし、オッケー。よし、撤退した、オッケー。きついよ。で、土井さん下がっていいからね。はい、オッケー。いやー、つらい。次はおらぬか。いやー、モールデメめちゃくちゃつらいわ。よし、オッケー、ナイス。さあ、全部対抗ね、オッケー。よーし。で、なんだったら援軍とかもっともらえないかな。援軍、あ、じゃあ援軍もうちょっともらえるか。3600攻めれるかな。行ってみるか。よし。それでよかろう。で、次はこちら、はい、大友さん。じゃあ援軍ください、こっち。よし、行ってみよう。よし。で、同盟1ヶ月しまった。やばやってもった。やばやっちゃった。今度はまずいな。で、はい、新高山城を攻める敵はもういません。了解。じゃあ帰ってよい、お疲れ。ナイス。ここに。で、向こう休ませない。オッケー。さあ始めよう。ただちょっと大友さんがお怒りっぽい。やばいぞ。さあ温泉掘削、よし、オッケー。温泉強建設、ナイス。よし。さあ、でこっちのお工場の開発ももうすぐ終わるな。オッケー、頑張れ頑張れ。さあ、ではい、川見山城進行。まあ、ただまあこれはちょっと微妙だな。なんか変な攻め方しちゃったっぽい。あー、でも鏡山攻めれるじゃん。よし、行きましょうか。よし、行こう、はい、行けるんかい。そうか、まあ向こうあれだもんね。あー、動揺状態で出陣風か。あー、103日、結構かかるね。はいはいはい。じゃあこっち、まだ援軍送れない。いやー、援軍早く送ってほしい。いやー楽しみすぎる。いいぞ。あー、港建設いいですね。それはあり、あり寄りのあり。で、破壊もできる。マジか。破壊やってほしい。じゃあ破壊やります。45日、少し難しいお役目。あー、じゃあやめる。ダメ。自社建設か。よし、やりよう。よし、わかりましたぞ。いいね。で、お工場の開発はもう完全に終わってないじゃないですか。まだまだ仕事がありました。
よろしいでしょう。さあ、大友との同盟あと3ヶ月か。やべえ、や援軍なんか借りるんじゃなかった。あ、てか援軍引き返してるよ。なんだよ援軍沸かしてよ。やばいな。さあ行くぞ。さあ攻めろ。腕が鳴るわい。これ毛利の攻め時かもしれないですね。いいよ、だいぶ弱ってる毛利。敵を打ち果たしたぞ。おお、誰か撃った。オッケー。いや、頑張れ。戦が始まるぞ。さあで、豊作のようです。今年は打ちかな。いや、打ちじゃねえ、三好か。クソ。で、国近やばい、大丈夫か。敵を打ち破ったぞ。で、恩賞を与えられる人はいる。あー、で元近か。いいね。よし、じゃあ感情上げる。よし、これで忠誠心も上がるという素晴らしい。いいよ。で、あとはまあこんなもんでいいか。 OK。 さあ鏡山城落とした。あ、すげえ強え。ナイス。 OK。 よし、で敵機将捕獲。あー、この方投与ダメです。じゃあ解放します。さあ、ということで今回はここまでにしましょうか。はーい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ぬぺんでした。さよならー。